対してカウンターですね。わお。そうですね。お、ただジェイスにしました。まあディスエンゲージ豊富だね、SG。したと言っていいんですか、これは。SG は非常にディスエンゲージが豊富ですね。それに対してディフェンはまあハードエンゲージ構成。アーリ、レオナ、ヘカリム。まあ、なあ。レオナ、アーリ、ナー、ヘカリム。まあ、どっからでも仕掛けていけるような構成となっておりますね。そうだな、ハニーが育ったら、戦国に勝ち目があるけど。ハニーが潰れるようだったら結構きちいね。スタートです。何のビルド行くかな。ああでもこれ脅威だな。脅威って溶かしきるのかな。まず連戦勝ちたいんだろうな。はあ、もっと勝ち切って、なるほど、ザイアとジェイスのポークでって感じだと思うんだけど。はい、じゃあ始まりました DM2 対戦国1試合目。全体的な構成で言うと DFM の方がまあ有利かなって感じする。ゲームはまあがっつり当たりたいよって感じの構成だよね。戦国は、まあ、一応リーシン、ジェイス、ノーチっていう、あとザヤっていうのは結構ディスエンゲージ寄りな構成になってるな。入ってきたやつを弾き飛ばすみたいな感じなんだけど、それがあったとして DFM のエンゲージを止めきれるかってのはすげえ微妙なとこだよね。おそらくジェイスとザヤでポークしていこうねって感じの構成だと思うんだけど、まあ、プラスルブランのね、ハラスで集団戦しないでやっていこうみたいな感じに見えるんだけど、きつくないか。これエンゲージいなせんのっていうところはある。だミッドルブ対アーリーはね、結構厳しいマッチアップだよね。アーリーの方がプッシュするの早いので、すごく序盤からね。でルブなんてクソ遅いんだよな。ああ、でだってやっぱりこのね、ザヤさえ育てなきゃってところがあると思うから、スティールもこれ無理やりプレッシュかけにいってるね。本当だったらダイブして全部倒そうと思ったんだろうな。だからこれ結構分かれたよ、綺麗に。大丈夫か。ああ、まず。やっちゃったこれ。押し当たってれば切るまで全然。おーっと、おー、スキルタッチ上手い。さすがに。あ、これちょっと崩れたか、ちょっとまずいぞ、これは。さあこの後の攻防は立て続けにダブルキル。あとルブがダブルキル取れたってのはすごいでかくて、早い段階でアイテムがそれはさ、ミッドのウェーブクリア多少できるわけ。ルブランもわずかなタイミングジェット選手寄れましたね。これでかいね。ルブランが動けるようになれば、まあボットレーン結構有利クリアするし、これめっちゃ多いし、いいやつにキル入ったな。一番いいやつにキル入ったの。まあスキルマッチアップのミッドレーンのマッチアップでキル先行したと。お、いや強い、ジェット強い、ジェット強い、これ激うま。まあキリ入ってるのでかいね。まあこれでありますし、ただやっぱり守備的なスタートではあるよな。守備的な選択ではありますね。そうですよね。はい、あまりその今急に同じこと言ってびっくりした。あ、もうちょっとヤマロンが前に今間髪入れずに相手さんが同じこと言ってびっくりしたんですけど、マーキュリの魔法で電撃も発動させてダメージのトレード入ってくる。お、うまい。エンティーもめっちゃうまい。レオナのね、E のブリンク9で止めたね。あれ初めて見た。ちょっとスレッシュみたいな動きをノーチでやったね。あれすることによって9がね、9、ハニーに打てなかったね。今のすごいわ。初めて見た。ああいう止め方初めて見ました。まあ注目はさ、大体今15分20分あたりに、戦国はある程度そのフォークする準備ができてくると思うの。ジェイスとマザイアある程度ワンコアは揃ってさ、よしフォーク準備万端って感じになると思うんだけど、そっからどんだけその動きを徹底できるかだよね。その時間からはね、20分以降からはエンティのワーディング、エンティのワーディングが結構大事になってくると思う。その無理やりな仕掛けをされないためにね。ナーのゲージが溜まってる時とか、そのどういなすのかっていうのは大事。ミッドレーンからトップレーンに寄れる状況だったんですよ。やっぱ DFM 強いからね。フォーカスミーとしてはリスクかけて、そのポーク構成ってむずいんだよな。マジでむずくて、ワンミスするだけでさ死ぬから。ハードレンゲージに対してディスエンゲージ要素はね本当に多い。戦後は結構理想的な構成だと思うの。ザヤのウルト、リーシンのウルト、ジェイスの E で、ノーチのスキル全般的にあって、ディスエンゲージってのはたくさんあるんだけど、だから誰か一人でもちょっとミスろうもんなら全員即死するからさ。でフロントいないでしょ戦国。まともなフロントノーチだけだよね。全体的に柔らかいからさ。 DFM はもう誰
捕まえたっていいんだよ、ね、エンゲージこんな超豊富にある中で誰捕まえたっていい形で集団戦始めれるから、ね、TFM のキーポイントになってくるチャンピオンはたったこのプレイでっていうのもちょっとありますけど、さあ今度はドラゴンに触ってるのは戦国ゲーミング、それまあスティールかなって思うね。やっぱりそのナーから入っナーから始めるっていうのは結構難しいからさ、どうしても警戒されちゃうから、メカルムがどういうルート取りで入っていくのかって感じかな。基本多分ヘカルムから入ってることになると思うから、ただ相手ディスエンゲージが超大量にあるからさ、まあ誰をどうフォーカスするかってのが結構難しいところだと思う。ザヤは狙いづらいしね、ルーンを狙いづらいし、変に入っちゃうと即死するからさ、ダメージだけは戦国あるから、そう誰がそのスキルを切らせるのかってのは結構大事なことだ。まずヘカリムになると思うんだけど、いやレバルさんユタポンがまたおかしな、一番エンゲージ距離としては長いからね。見てくださいヘカリムが QWE それぞれレベル2これ QW 全部にレベル2、何これ、なんだこれは、なんだこのスキル振り、ユタポン選手じゃなければなんでしょうね、あの初めてロール触った方がチャンピオンのスキル上げてるのかな、それ初心者なのかなってなるよねこれ。前回ね、普通に見ると、いいないでハープです、現状。ハープめっちゃ日本語うまいんだよ、ね。この前なんかの VC 付きの DFM 動画みたいなの見たけど、ハープめっちゃ日本語うまいんだよ。おっと、これはミッドレーン、はい、まあウルトあるから、でもどうだ、これワンチャンキルしてれる。ああ、ナイス。いや、もう来た。ハープも来てる。いや、狙いに、よ、マジか、ワンスライに行った。今のなんで今壁の向こう行ったんだ、一瞬ブリン距離が長すぎたのか。え、ちょっとマジ、これなんだ、これこれなんだろうな。まあお互いにサポート今タイミング的にはフリーだったんだよね。ボットレーンが完全にイーブンで、別にレーンにすぐ戻らなくても OK な状態だったから、まあ念のため寄っといたのか。スティールがトップが入っていきたいからってことで、まあコミュニケーションでハーブも寄っといたんだろうね。リフトヘラルドでタープレとミッドレン4枚削ることに成功。でお互い思惑が全く一緒だったけど、パワースパイク的にこっちの方が強かったって感じか。素晴らしい。いやこれ結構さね、チームゲームじゃないとなかなか見れないというか、レベルの高いプレーだよな。ちゃんとそのスティールにやりたいことがあって、でそれをするためにちゃんと味方が寄ってくれてるってね。ヤハロンとハープがなんだろう、ヤハロンがちゃんとミッドレンプッシュしきってウェーブの有利作ってから寄ってるってのがこれ大事なところだよな。ルブランはこれ大量の CS 落としてるから相当損してる。おっとトップで急に死んだら、でもちゃんとこうトップでガッチリ浮かしてますよって時はもうちゃんとこのボットレンは引いちゃってるよね。ただトップレーンのターこれむずいよな。ここをやっぱりソロ級だとまず難しい。ああこれザイアのウルト切らしたのでかいな。89枚ですか。これザイアのウルトないともなもうどうしようもないよ。しかもそまあドラゴンはまあしゃあないね。トップレーンであんだけ運化してトップレーンに有利は出したからドラゴンはもうどうしようもない。これはキープ。だルブもなかなかウェブクリア早くなってきたから、こっからは結構ミッドお互いやりやすくなってくるんじゃないかな。ただねここでね大事なのが、アーリとルブってウェーブ用意どんでクリアしたときは大体一緒だと思うの、ウェーブクリア速度。だから大事なのがルブランってミニオンが一箇所に固まってからじゃないとウェーブクリアできないんだよね。わかるかな。ミニオンがこのまっすぐになってる間ってルブランってウェーブクリアできないの。でもアーリはさ、まっすぐな状態で9マス打てるからさ、その分テンポがいいんだよね。ルブランはまとまってからじゃないとスキル打てない。アーリはつく前にもうスキル打っておけるから、こう結構違うところ。今日似たパターンとしてベックスアリがあるね。ベックスもあれね、一箇所にまとまってからじゃないとクリアできないんだよ。そうそうそう。明らかに早いんだよね。だからほら、明らかにこれアーリが早いでしょ。アーリの方がはるかに早いでしょ、これ。クリアできんの。こうなるとルブランはやっぱ試合運が辛いよな。先にアーリがもう動いてるわけだから。それに後追いする形になっちゃうからね。こうなるとルブもねやっぱ厳しいよな。うおーワンスいい反応。ただ痛いねこれは。痛い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 。これでリーシンも簡単に捕まえれるうちの一人になっちゃったよな。マジ誰からでも入ってくるよ。もう誰からでもいい。いいダメージ。ハニーいいダメージ出してる。でこれエビさんこれ見て。いやこれ見てゲージ、このナーのゲージ見て、もう完璧。あデトネーションおかすみもう無理しないようです。あ無理しないね。早めの解散。やはりポーク構成を相手に先にオブジェクト触るというのはとてもリスクがあります。まあそうね、ちょっと怖いからね。ザヤとジェイスに相当殴られることになるから。そして相手が固まっているところに対してかっこいいコミナーが、ここ戦国どうするかだな。
自分たちから触れないからね。ゲージ溜まったら突っ込んでくるから、今のゲージ管理までさえ完璧だったね。テラードタイミングで8割ぐらいできたからちょうどいいんだよ。8割ぐらいが10割溜まっちゃってるとね、変身しちゃうからさあのもうダメなんだけど。さあこのドラゴンどうするかだよな。あの SG としてはここ一番やりたい場面だと思う。一番いいんじゃないかな。相手の装備が揃いきってなくて、あたらこうでも完全捨てか。あれか、もっとジェス育てなきゃってことかな。まだちょっと装備が足りないってことかな。まだ無理できてないしな。そういうことか。でここでエビさんがこんな簡単にギャンク食らっちゃうのは、ドラゴン狙ってくると思ってたから。いや、時間稼いでる。時間稼いで、時間稼いで。え、生きたんだけど、What the fuck?オーマイガー、これはひ、これはやばいですね。ドラゴンも捨てて、トッペルのジェイス育ててやろうと、パワースパイク迎えさせてやろうと思ったら、まさか死なないっていうね、これはやばいですね。そう、これ俺は毎回死んでるからね。俺はもう死んでもいいと思ってプッシュしてるからね。これは痛いね。これやばいね。さあこれで21分グローバルゴールド4000ゴールド。いやベイビーナーなんだよな。やはりこれだけの有利を2人皆さん切るか。おっとハープちょっと危ないか。もう一度エンター。うわ強い。ワンバーストで溶かすことに成功した。強い。さあキルはジェットへ。あ元ネタフェイカー、確かに確かに。フェイカーがそういうプレイしたな。さあそして視界を広げようとしていたこのスティール。今日イビルズのも結構ダメージしてるね。やっぱマナムでのパワースパイクがでかい。おっとこれ捕まりそうだぞ。フラッシュを使いました。ヤフロンをボットレン。いい残ってるか。いいでジャンプして。ジェットからピョンピョン投げていくのエビです。メガゲージもいい状態。分子庫から。まあまあまあ。追い返した。まあ次のドラゴンファイト皆さん注目してください。やっぱり。次のドラファイトまでに起きるキリについては割とどうでもいいね。多分そんな起きないと思うし。タイミングというのは戦後ゲーミングが活かしたいですね。待って、DFM バロン触れる構成かな。触れる？じゃあ触れないな。何も起きないと思う、これ。何も起きないと思いますよ、ドラゴン湧くまで。DFM としてもね、触りづらいんだよな。必ずキル取ってからじゃないと、ドラゴン触るのは正直怖い。まあ、ナーのゲージ完全に準備して、ドラゴン始めるってのはあり得るね。あり得るけど、フォークが強いから、SG 側の、ジェイスとザヤが相当プレッシャーかけてくるだろうから、斜めにできてるしね、ザヤは。さあ、今度はジェット、もう一度エビを狙う、オラクルレンズ、いた怒り投げのフックチェインも当たっている竜の怒り、今度は CC6 完璧です。またしてもキルはネットに。うまいな。あ、来ました皆さん、マナムネ完成したよ。さあこのドラゴンファイト注目です。ちょっと難しいかもしれないですね。これで戦国負けるようなら相当厳しいね。なるほど。ここのレーンワードとかですね。まあナーがどういう状態か。あ、でもボットレーンこれ完全にプッシュの主導権握れてるから、これ集団戦できるね。 DFM ができる、ドラゴン全然できる状態。ボットレーンの主導権握れてるし、トップはイーブンだから。そう、ここ一番強いからね。戦国今が一番強い。そのポークできるチャンピオン2人とも2個は揃ってて、マナムネ完成。ここがマシン力一番強いから。ここエビさんがどういう立ち位置に立つかちょっと注目だね。どっかにイシエツシをするのか。ゲージはね、割とちょうどいいかな。半分ぐらい。ドラゴンに向けてのファイトになるか、一旦ポークをしたい戦国ゲーミング。あ、これほらほら。これな、ルブランがタル削ってんだよね。相手のフロントの。エビがゆっくりいい感じだね。ドラゴンに触った、これ見せた。ゲージの管理もしっかりとしてるというプレッシャーかけてますね。ボットレイウェーブすごいいい感じになってるよ。メガになるぞと。そうですね、メガナーのゲージ溜まってるプレッシャーをかけゆっくりやったらボットレーンがミニオン焼ける分結構損だからね。戦国としてはミニオン的には。ただうまい、うまいよ。ハニーがいいとこ削ってる。あ、しかもこれメガになっ、あ、メガなっちゃったね。こうなると厳しい。早く仕掛けないとって感じになるから、ゲーム側として。ただ変に仕掛けると実現されちゃうから、で戦国もちゃんと下がって、ナーがなくなるのは、あ、でこれ触れない、これ無理だ。これ無理だ。あー、うまいことやったわ、戦国が。いなした、いなした。でもドラゴンはどうせ無理なんだからってことで、ミッドのセカンドタワーと交換、狙いに行きますね。これ滑らかだね。このトレードで、ちゃんとトレードしていく。ドラゴン取れねえから。ナーのエンゲージがないとさすがに厳しいからね。代わりにドラゴン獲得は戦国ゲーミング。これ得したのはどっちなんでしょう。これは戦国でしょ。段階で見るとデテンションフォーカスミーです。直接的にゴールタワーのゴールド。喧嘩だ。あいつなんだっけ、皆さん喧嘩です。どっちが得したかろう。喧嘩です。ドラ単体の性能で言うとクラウドは意外と悪くないんじゃなかったかな。移動速度が上がって。
あのローテーションしやすくなるから。トップレーナーで昔と違ったね。昔のあのアルティメットテイストとかいうクソみたいな。これあのネクサスダイブ込みであれと違って。計算なので。やっぱこれスティール、まあ、スティールとエビさんかな。子供ボットカーのルートを作っていたのはエビ選手の。どうエンゲージするかだよね。戦国もバチバチに下がっちゃってるからさ。視界管理が結構綺麗にやってて、その意表をついて突っ込むみたいなことが全然できてないから。捨てなければならないと。それしないとね、戦国さ綺麗に下がっちゃうんだよね。5人揃って同じ方向に綺麗に下がっちゃうから、でもやれることがない。リコールして味方に応じて見せてましたから、そこは必ず警戒してると思いますね。さあもうバロンに向けての、さあこれ誰から入っていくかだ。おっとハープ結構後ろぐるっと回ってるよ、強気に回ってるよ。さあいってった、ハニーにまずウルトを使わせる。これは使わせて、なんとそれ以上は前に行けません。ヤハロンはゾーニャで対応、エンティは素晴らしい怒り投げのフック。なるほど、これ結構でかいとこなんじゃない。でもウルト使ってるかな。いやいいポケットも裏。うわデビロ大攻撃だ。これは戦国ゲーミング囲い込んでる陣形だ。どうするチャンスで。いけないねこれは。あーこれジェットがうまくやってるな、マジで。狙ってますけど、ジェットすげえ削ってる毎回毎回。ハニー選手のポーカー来ましたね、さあ一旦。いやこれうまいことやってる、これわかんないぞ全然。全然わかんないこれ。でもアーリドルトの方が早いからね、ハニーより。おっとマジのテレポート。ゲーシャメ切れるか、ゲーシャメるか。ハニーウルトライズ、ハニーウルトライズ、ウルトライズ目の前に持ってって。フラッシュアウトだけどこれ逃げれないや。いや切れなかったらない、クソー。思わずクソということ聞いたかな。言葉が出てしまいました、すいません。 DM も応援したいがあまりクソという発言が出てしまいました、大変申し訳ございません。惜しい。これザイを倒してればね、バロンだったな。全然全然バロンだった。いやハニーがうまいことやったわ。いやうまい、これね、ここまで考えてたんだろうな。このバック、このバック TV はね結構考えてたと思うよ。ヘカリムの仕掛けで、あのザヤのウルトを落としといて、まあ、ザヤにダメージが届くようにしてバック TP って感じだっただろうね。ここ急な、惜しいなマジで。全然体力あったからさ、キルトでさ絶対バロンだ、絶対バロンゲッター。おっとウルト使わせた。ペガソーマなくなった。なんでも今の当たんねえのか。フラッシュは先ほど使ったのでない。あ、でもキルした、全然キルした。ただこれバロンどうだ、ちょっと怖いよ正直。バロンはできないと思うな正直。あともう1キル欲しい。リーノキックなんかずれたかな、軸が。あ、うまい。今リーシンをキルしちゃえばまあさすがにバロン取れるだろうってことね。今のあの状態だとバロン正直取れない。ルブランとジェイスがね、あのバチバチに削ってくるから。チャンピオン2体残ってますから。そしてヘカリムのアルティメットがないことは分かっている。レオナのアルティメットドラゴンは取れるね。ドラゴンは特にリスクだし、一緒に取れるから。戦国ゲーミングとしては、まあ、まだバロンとなると話が変わってくる。バロンはやはりそういった部分で、ハープこの後すぐバロンファイトがあるだろうって分かってるから、これすぐ帰ってるね。でワード補給のためにすぐ帰ってる。これ深い。ハンプ本当だったらちょっと一緒にいたくなっちゃうけど、次のバロンの視界すぐ取りに行かなきゃいけないからすぐ帰ってるね、バロン触らず。いやずっとこのプレッシャー。そうですね。だからこれね、お互いねバロンオブジェクト触りづらいんだよマジで。何かそのきっかけがないとっていう感じなんだよな。 TFM が先に触っちゃうと相手にめちゃくちゃフォークされて体力削られてどうしようもない。ハニーがやはり戦国が触ると、まあ、DF が超絶エンゲージしてきてかわしようがない。バロンピットって狭いからね、すごい挟み撃ちされやすいから、バロンピットもドラゴンピットも、まあ、かなり振り回されているというところが。ただむずいな。たださ、その睨み合い、お互いドラゴンバロン触れませんとなった時にどっちが有利かっていうと、やっぱ戦国側なんだよね。フォークができるわけだから、 DFM はエンゲージしかできないからね。おっとエビプレッシャーかける、プレッシャーかける、プレッシャーかける。あー、キル。ここはスティール入ろうとしましたが、ワンスがナイスキック。これむずいね。入られていれば戦国ゲーミングヒヤッとするような集団戦の形でした。いや、このエンティとかのね、視界の取り方がすごいいいと思うんだよな。もうエンゲージできない、体力減らされすぎて。メガナーのアルティメットめちゃくちゃ。で、視界も全体的に取られてるから、そのヘカリムが後ろから急に入っちゃうみたいなこともほとんどないし、今んとこないしね。え、そっから来るの捕まっちゃったってこと今んとこないし。横のポジションで、そうそう、取ろうと視界管理もね、やっぱりうまい、相当うまい。中して戦後ゲーミング守ってますね。そこからエンティがどこにワードさせていくのかちょっと注目ですね。35分そろそろ長いゲームになってきました。パワーバランス的にはこれどうなんですか。長いゲームどちらが有利とかあるんですか。まあやはり長いゲームこれどっち有利なんだ、マジで微妙なとこだな。違うので、ああなるほど。
フォーカス見は本当に5対5エンゲージ。なんとも言えないね。うん。レイとどっちが強いか、まあ、なんとも言えない。ずっとこのこういう感じだと思う。当たらずに遠くから構成とかじゃないね。ずっとこんな感じです。戦う景色が違うので。フォーク側のダメージも増えるけど、受ける側の硬さも増えていくから。戦わなければ戦国ゲーミング、戦えばデトネーションフォーカス見てみたいな。そうなりますね。スケールじゃ片付けれないね、この構成は。すごい絶妙。おっと、この TP、バック TP、バック TP。ウルト使わせるか、ウルト使った、ザイウルト使わせた、あーエビが、いやでもザイは戦えない、ザイはまともに戦えない、いやでもジェットがすごいプレッシャーかけてる、うわマジか、いやかわした、ジェット時間稼いでる、ジェット時間稼いでる、ダメージは出し切った、でもどうだ、パズ強い、いや強いぞ、ジェイスとザイめっちゃ強い、いやーお互い、いやジェット、うわーってここで入ってった、あキルした、いやここでイフラ、いやーでもこれ結果勝つのは戦国、いやジェットがやったなー、ジェットがちょっとこれやったね、ドラゴン獲得だな戦国な、やっぱジェイス強い、これすげえダメージ半端じゃない、ジェットよく入ってったな、惜しい、そうハニーにこれウルト使わせて隙ができたところでっていう感じだったんだけど、メガナ蹴ることによってアルティメットの位置をコントロール、ああなるほどこれはね、それでハニー選手あれだね、ジェット選手がドラゴンピット側のさ、このギリまで見えないか、見えないか、自分ジャングルの視界全部捉えてたから、戦国側にルブランそっちにいると思ったんだろうね、視界めっちゃ捉えてるからルブランボット側にいるからってことで、ユタボさん結構そのトップ側にというかミッド寄りに立ち位置を取ったんだけど、いやまさかまさかの普通にベースが明るくるっていう、ジェットが多分これ予想外だったんだもん、ルブランそっちから来んのって感じだったと思う、今のはだからこそですよね、そうですね、互いにここでまた噛み合わなかった、ルブランの立ち位置が良かった、そっちっていうね、ユタボンさんが警戒してる方じゃないところから来た、ハニーのダメージスキル、そうなんだよね、これすげえハードレンゲージするからさ、全員前に出てっちゃうから、MF は正直ドフリーというか誰も守っちゃくれないんだよね、だユタボンさんの完全スキルどっちにかかってるから、 MF が生き残れるかどうかは完全に誰かがそのザヤのウルトを使わせるためにさ、ウルトを打つんだよね、で突っ込むんだよねザヤに対して、さっき見たらわかると思うけど、レオナウルト打ってヘカリも E で走っていって、でレオナも E 使って、そうなるとねもう誰も MF 守ってくれないんだよ、だからそのルブランの位置把握してないとダメなんだよね、だ今のはちょうど把握できなかったタイミング的に、あーでこのクラウドドラゴン意外と嬉しいかもね、ザヤのスキルってかスキルヘッド全体的にゲットしてるってことでしょ、戦国側がめっちゃ美味しいよな、しかもザイアウルト使った後やめさ上がるんでしょ、めっちゃいいな、これいいドラゴンかも、いやいいダメージ、うわいいダメージ、いや痛い、フロント削られるのも痛いんだよな、仕掛けれなくなるから、いやマジか、おおバロンに先に触ったぞ戦国ゲーミング、いやこのスニークバロン効きますよ、ハープの早い、いやバレてる、始まる、集団戦始まるぞ、早いぞ、終わるんじゃないか、3000切った、さあいやこれ厳しい、ルブランにウルト使っちゃって、Z にウルト使っちゃうともうばっかり届かない、誰も追いかけるか、ヤハロン、いやーインティ惜しい、な入ってった、いけるヤハロン、あと何回ウルトある、まだあるな、まだウルトある、まだウルトある、いやこれ逃げ切れないんじゃないか、さかにハニーどうする、ハニーダメージ出してる、ダメージやばい、ウルトある、どうだそれ、ハニーどうする、うわーいいね、すごいダメージ、いやーマジか、おいおいこれもしかするぞ、これもしかする、もしかする、エビさんうまい、エビさんうまい、おいやでもあダブル上がるぞ、ワンス、あエビさんがたるたるうまい、これはただバロンバフは2人持ち帰ることに成功しました戦国ゲーミング、今のワンス回答分かったね、足めっちゃ上がったわ、ネイチャーのせいでめちゃくちゃ足上がった、多分ユタボン選手が反応できませんでしたよ、ここのところで、いやバロン取られた後のスティール選手の判断が素晴らしかったですね、ジェット選手を封じる形にしたことによって、しっかりと倒すことができた、ジェット捕まえたのでかいな、この後でもハニーもすごいよかった、ハニーもファズも相当ダメージだしたこれ、いやこれさ
ワンスやばいね。ワンスさ、赤スマイトで MF のあれシュート剥がしてんじゃん。やば、それはすごいわ。なるほどって思って今見てて。9集まるね。こっから負けることある？こっから負けるの DJ。 超耳だけど。ハニーウルト使わせた。使わせた。まずハニーまず使わせる。さあここからどうする。ここでもう一回仕掛けんのかね。あのエビダイオルだから、エビハープダイオルだから結構難しい。あーこれドロンギブだ。クラウドソウル獲得は戦国ゲーミングになります。ここで戦国ゲーミングとしては冷静にサイドのブッシュ、サイドのウェーブをジェット選手を押させて相手に対応させようとしますが、ちょっと前に行き過ぎたエビ。ただスターゾーンするとフェザーストームですぐさまハニーは。やばい、エビさんが耐えきれない。いやウルトレゾーニングしたけど、ユタモンさんウルトレゾーニングしたけどちょっと遠かったな。ちょっと遠かったか。ユタモンさんがこれやばい、もう守ってくれる人がいない。そして届いたパス、ユタモンへ届いた。いやマジか、今の人らしいゆっくり見たいな。おっとこの TV どこだ。ジェイストップ判定するしかない。ハープソーラフレア2マスター DP 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 一気にゲームを進めに行ったな。ここで早いぞこれ。ジェイスめちゃくちゃ早いぞこのタワールの 2,3 秒で折れるんじゃないこの段階だと。これハニー、おっとハニーにタワーダメージ。ただここはガーディアンエンジェルがある。無理をしているゲーミング、ちょっと無理してるねだいぶ。え、あエンド見てるんだ、なるほど。そのまま行っちゃうってこと。マジか。いやでもある、全然あるぞ。いやこれ全然ある。うおースティル早い。まずは1本スティルが前に行く。いい感じに。うわーマジか。いやこれまさかか。 DM 余裕で勝つと思ったけど。ネクサスタワーも破壊し、まずはこの BO5 初戦、oh、my God、勝利したのは戦国ゲーミングとなりました。 GG、 おー熱い勝負だな。 SE やるね。いやちゃんとやりきったな。ポーク構成を集団戦起きなかったしな、全然。決勝戦一番いやキルです、極端に少ないじゃん、はい、他の多分試合より、ね、めちゃくちゃキルが少ないってことはちゃんとフォークしてるってことだな。2キル入ったことはやはり大きかった。アルティメットミスしてみたいなのがなかったですね、はい、ここのところもこのスキルに対して使うけど、これ惜しいね。このユタポンさんがね、そのエビさんが倒されないためにウルトでゾーニングしてるんだよ、この MF のウルトで。ただちょっと間に合わなかったな、ちょっと間に合わなかった。本当に素晴らしかったですね。でユタポンさんエヴァフロアかわしてるんだけど、そのせいで立ち位置が悪くなっちゃったな。どうしようもなかったな。